今回は DSR を使ってチームデスマッチやっていきたいと思いまーす。よっしゃよっしゃ、チーですやってね。久々にチーです。んなんだあれなんか怪しい。なんかすごい。あ、まったブブ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 ブ なんか盾がいるえマジでああああっやばいやばいやばいで乗ってくるんでしょあれ来なかった <laughs> ごめんねちょっと通させてもらうよ普通にこれどこだここか一応ここに仕掛けたかあらいないねお引っかかってるラッキー オッケーうっうわっなんかあれか伏せてんのかちょっとわからんね最近伏せてる人少ないからさわかんなかったよでね最近あのこうやってクイックショットじゃないんだクイックスコープだ <laughs> これねたまに言い間違えちゃうんだねあーあいたあーダメだ QS をね練習してたりするわけですよこの4試合かな うん、4試合練習してます、今5試合目、これでいや、これで4試合目か、うんなかなかね、楽しいね、これ、当たったら当たったらだけどね、だから外れたら外れるでね、なかなか当たったら当たるけど、外れたら外れるっていう、本当にね、なんだろうな、賭けに近いところがあるから、あんまりね、効果的って言ったらまたあれだけど、それではないんだよな、どっちかというとロマン的な感じがあるよね、これは。 後ろからスモーク焚いてんだよなこの人たちはスモーク焚くのかなあーこっちいるまあまあまあ上々上々いやーこれねなかなかね全部バシコンバシコン当てれたらねそれいいもんだけどやっぱ理想と現実ってやつですよね <laughs> ごめんよあ上からまた来てるマジか てるの分かってんのに危なセーフ突き進むぞはいここに一応これ置いとったらまあ後ろから刺されることはないかななんて思って楽観視してるけど待って後ろの方が気になった今あら来てないなこっち側かいる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 けどいるけどオッケーあクッソマジか いや久々にねこうチーデスやってねちょっとまあまあまあ900回なのでね原点に変えるという感じでチームデスマッチなっちゃうんですよ僕の原点はドミネーションじゃないんですよう嘘マジかそれをねあの最近僕自身もね忘れつつあるんでねあの自分の過去を振り返るように自分が「コール・オブ・デューティー」4でよくやってたプレイスタイルですねこれこんな感じでよくとっつなしてました こっちかなあ抜けてなかったあ抜けてたわどこいったオッケー。あそこすげえな <laughs> あーここめっちゃいるな o k o k o k ケー。いいねこうやってバンバン決まっていくと楽しいね本当。いいよいいよ本当にこのね このななんだろうな決まっていく瞬間っていうのはねねやっぱね気持ちいいものがありますよね、なんとなく分かりますよ。でもね、最近というかこの BO2 に変わって僕は変わっちゃったんですよね、そのなんだろうこういうロマン系よりも SPM というものに取りつかれてねそうもうも最近は SPM なんてどうでもいいんでねそんななんかあのやってませんけど SPM こう重視のどうのこうのみたいなことはねやってないんですけど。 たまにはこういうね、SPM とかそういうのを考えたら、こっちの方、こっちよりもアバカンで戦った方が絶対いいのにっていう、なんか不良。<laughs> え <laughs> これあれじゃない ?AGR じゃない <laughs> ?AGR の <laughs> 未開封が置いてる。やば。これやばいね。初めて見た AGR の未開封壊れない。ずっと。あ、壊れた。AGR の未開封ここで <laughs> 詰まってたし。あ、やべ、マジか。ちょうど。 ごめんね止まったら狙いやすい横等速運動してても狙いやすいあこっちだなあいたいたやっぱりああ当たったのにオッケーいいねこれ面白いのよだからオッケー <laughs> こうやってね僕はねド,ドラッグショットよりクイックスコープの方があのー、と得意というかそういう風な戦いでやってたんでこっちの方がしっくりくるんですね まあなかなかね、あのー、こういうふうに、ね、戦,戦ってるというかチレスで、まあ、やってるスナイパーの方々はね結構いらっしゃいますけどねあの昔は少なかったんですよ。それでね自分はこういうふうに面白い戦い方を確立して楽しんでたっていうのを振り返る今回はチームデスマッチでした。というわけでねで900回なんでねリクエストが多かった戦績でも見ますかね。ははい戦績はねそんなだからあのー 褒められたものじゃないと思いますけどね。あ違う違うこれは別に、ここら辺適当て,てみとくかい。まあね、ドミネーションやればやるほど勝率落ちてきますね。本当に。マイナスいってないだけ、本当に奇跡のように思いますけど。まあこんな感じでね。振り穂もそんなだし、サーチもね、やればやるほど <laughs>。僕も。うん。サーチもね、同じように。あとはそんなに変わりなしですね。過去のものと変わらない感じですよ。で、まあ、アバカンとかはこんな感じでね。 6万やっぱアバカン使ってんなアスカー使ってる気がしたけどまあねやっぱりアバカンの方が殺してるんだねへえ MSMC スコーピオン MSMC もダントツだね本当にこうなんだろう実況でね武器を特化引っかえするうちにねあのなんかよく使うような武器は避けてったんですけどねあんまりやっぱりそんななんか差がつくことはなくここら辺か ここら辺に M8 が来てるところがちょっと意外じゃないかな。多分 l サットがここにあったと思うんですけど、l サットあんまりにも使わなさすぎて、多分来たんでしょうね。で、ベクターが来て、タイプが来て、MP7 ね、意外と使ってないんです、僕。でもって、SMR の出てきて、バンバンバンと。まあ、こんな感じ。ピースキーパーより <laughs>、まあまあまあ、そうだろうね。僕は苦手だから、CQB が。<laughs> CQB 苦手っていうか、まあ、その後はもうね、 こんな感じですよ。1000キルやってるかやってないかとかそんな感じ。まあ、こんな感じの、まあ武器の使用率で C4 相変わらずのダントツトップですね。この2つ以外はほとんどおまけぐらいの使うあれですから。うん。まあ、そうだよね。まあ、大体でもここら辺で、まあね、使ってる人で、まあ、マーカー使ってる人だったらマーカーがトップに来たり EMP がトップに来たりとかしてる感じじゃないですかね。グレネードがトップっていうなかなか見たことないけど。 C4 がこんだけね、使ってるっていうのも <laughs>、なかなか僕もないかもしれないですね。UAV は2万3000回というね、もうこれ地デスやってたからこうなってるんであってね、ドミネーションになったらね、多分ここがもう地デスの安定,安定3つストリークですよ。で、これでオービタルと、で、ハンター、キラー、ヘルストーム、ケアパケ、ガーディアン、EMP、なんで EMP ここに。<laughs> EMP 回してたっけあんまり使ってなかったけど、多分回してたんだろうな。で、スウォームが来て、で、セントリーガンが来て、で、こうなって、ロードスターが意外とこんなところにいるんですね。あとは確かにね、使ったことない。使ったことなくはないんだけど、そんな使うイメージないやつ。スウォームってこれコスパいいの ?207 だから、まあ、700キロぐらい。 だい,たい750キロぐらいしててくれてんのかああ違う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 けどあんまりなんかコスパ良くないねよーく見るとソームってそんなでもないそんなでもないけれどやっぱロードスターは圧倒的なコスパがある10倍あるもんね2倍と10倍だったら2倍じゃねえってだから <laughs> 2倍じゃねえ2倍じゃいやーまあロードスターとかって自分で操作するからそういう風なのは増えていくよね でウォーシップっていうね。まあこれすぐ、まあ的だから要は。これ的だし、この的コンビは下になって、的 <laughs>、的がどんどん下になってくるんですね。これはね。うん。AGR がな、いかんせこれはな、<laughs> 本当に的だから C41 個でぶっ壊れるし、まあこれもね、使う意味っていうのがちょっとあれなんで、こうなってくるんでしょうね。まあこんな感じ。あと勲章か。勲章。よくね、セレリウムこれだけ持ってると、なんか、談合じゃねみたいな。 言われるんですけど、ちゃんと撮ってますよ。はい。撮ってて、まあこう、そんな変わってないと思うんだけどな。キルチェーンとかそこら辺キル系のところは変わったのかなどうなんだろう。チェーンはちょっと増えたぐらい。あとはもう、こんな感じで、ダーダーダーという感じですね。他になんか、あ,あ、4レフィード。4レフィードこんなもんです。うん。あとはそんなになんか珍しいもんないよね。 勲章で、あと、まあ、ゲームモード見たし、これも見てもしょうがないし、まあ49デイと。わー、すごいね。Call of Duty 4並みにやってますね。ちょっとね、900回で初心に帰りましたけど、まあ、初心の Call of Duty 4は僕52デイやってるんで、ぶっちゃけ3年やったゲームよりも2年間やったゲームの方がはるかに多いっていうね、俳人プリを見せております。出 <laughs> だよ、出だよ、皆さん。 待ちかねかなわかんないけどランキングでしょうかランキング見るかキャリアはそんなことないんじゃないとりあえずじゃああのこれで見ますかえー、っと535ってこれが高いのかどうなのかわかんないよねいろいろなルールやってたらでチーデスはね全期間524で15万キルやって7万デスしてますよという感じ 時間がふざけままくってますねさっきのスナイパーもだいぶ練習しちゃったからなガタガタだなここら辺あんまりにも意識してないからっつってこれもひどいなフリフォーも0.4で切るレがやばいな間零0.4いやーすごいね0.6とフリフォーはねあのー、なんだろうこうチャレンジやっててチャレンジもいいやって思ったら僕ね放置しちゃうんですよね なんで養分にされがちなんですよ。で、ドミネーションは607という感じで、これがやっとチデスに近づいてんじゃないチデス何万キルだっけああ、チデスまだ越してない。ドミネーションね、チデスと同じような感じでね、15万キル、7万ですと、ダッシュが1万と防衛が2万9000とね、防衛がまあ圧倒的ですね。まあ、僕のドミネーション、大体防衛のドミネーションなんで。 こんな感じで,すで週、月間か、月間がこんな感じ、524という感じでね、2000切る線ですと。まあ、いろいろな武器使ってたらね、もうこんなの気にしてたらね、励ますよ、本当に。600を維持するぞって言いながら M27 とか使えないから、絶対ね。で、ああ、そうそう、週間、週間。で、週間が。 554っていうね。さっき見たときファイズだったんだけどな下がったなファイズ良かったんだけどなまあいいか。こんな感じ。で、あとサーチ。サーチはねサーチ、なんだこれ。あ、週刊やってない。やってないね。やってないから月間19キル8です。なんかこの前やったあれ、あれ以来、あれ以来やってない <laughs>。本当にサーチはぶっつけ本番多すぎるんでね。まあこんな感じですよ。SPM そんなになのかななんか。 よくわかんないですね、サーチのあれに関して言うと。僕、どっちかと言えば、あの、シュワッと弾けたいタイプなんで、<laughs> どうしてもね、あの、とつって死ぬこと多いんで、こんな感じになってます。はい。あとはもう、ね、ルールが、ルールなんでやってないから変わんないしね、こんな感じで、今回はね、900回終わりたいと思います。皆さんね、どうもありがとうございます。これからもどうぞ。 よろしくお願いします。そんでもってね、BO2 は BO3 が出たらおそらくあのプ,レイ、まあ、プレイ動画は、まあ、一応投稿はするんですけど投稿の頻度が変わります。BO3 主体になるんで BO3 と BO2 を並行してあのアップロードするのはあの不可能に近いので BO2 の頻度を落として BO3 を入れていく感じですかね。まあ、BO3 をメインにして BO2 を入れていく感じですかね。そんな感じでやっていきたいと思います。なので皆さんね、あのー、ぜひそこら辺ご了承ください。はい。というわけで今回は900回、900回じゃない。900回だね。パート900だね。多分パート900以上いってると思うんだけど、パート900だね。パート900の、えー、っと、<laughs> あの、動画でした。はい。 というわけで皆さんもこれからもよろしくお願いします。というわけで次回もかかってこーい。